のよ。映らないから。見たかったけどね、ちょっと見れなかったね。とても見たかった。すずちゃん。しょうちゃん、猫背たんさ、家族、ご家族さん見せてくれたの？嬉しい。どうだった？なんかすごい、結構収録自体は二十何分ぐらいしてたの。うーわいって。その中から13分に編集されるのかな。だからどこが使われてるかとかわからないんだけど。でみんながのツイート見て、しおりはベーグルの話の時とあの愛されたい派か愛したい派のなんかあの話のが映ったってことは分かった。あと何喋ったかちょっと忘れちゃったな。なんだっけな、あれさ、動物の話とかはさ5人全員答えは映りましたか、それとも何人かだけとかですか、どういう感じになってるか分からないんだよね。今日は神奈川県民はあのラッキーです。言いたかったけどね。モンティ見てたね。ツイッター見てたらさ、モンティが見てるそのツイートしてたから、おーって思った。ありがとう。ヘラヘラしてた、どんな話してたかな。さ、私あの本当に人前で話すのが苦手なんですよ。こういう時はいいんだけど、ステージ上とかあとああいう時にトークしなきゃいけませんって言い方悪いけど、トークしますの時にトークするのがすごい苦手で、人前で話すのが苦手なんですね。もともと人前に立つことが苦手な人間なんで、すごい不安だったんですけど、あの収録はもうメンバーだけで話を展開していくというか進めていく感じだったので、すごいやりやすかったです。メイさんとかね、拾ってくれたりして話をね、あの進行していくと、すごい助かりました。助かりました。ちょっと髪の毛がボサボサだけど、とりあえず適当にあれにして、あと今日もレッスンだったからもう顔がないけど、許してね。しおりこんばんは、録画した、あ見てくださいね、あの後で後でって。そうメンバーね、そうあの神奈川県民じゃないと思うから結構みんな見れないかもね。マリマリやっほあと何、どんな話がさ映ってましたか、放送されてましたか、テレビで。行く日、行く日だ、行くたの行くになってんのまこちゃん合わせ。ちょっと今日はボサボサ髪の毛、それではこういう時もあります。もときこんばんは、おいしい、ありがとう。見たわよ、泣いて、なんで泣いたか忘れたな。なんだっけな、カメラ回ってないとこで泣いて確か、でそのままなんか CM 振りお願いしますみたいな言われた気がするから、多分突然泣いてたと思う、多分そんな感じだったでしょ。なんかよ、いつ泣いてるか覚えてないんだよね自分が。TBK 見れなくてね、見れなかったよね、シーズンもね、見れなかった。母さんが見てるテレビをごめん変えるって言ってかわいい、それは。あれだっけ、お母さんはなんか笹さんが好みだみたいなのを小瀬さんがツイートしてるのを見た。そう、顔テカテカなんだよ今も。だけどさ、なんかいつも顔テカテカなんだよね、悩みめっちゃ顔テカテカなんだよね、いつもなんか光ってんだよね顔が。こんな、なんでなんだろうね、そういうあれなのかな。パロタ、カズさんこんにちは、こちら神奈川
神奈川県じゃないから映る。あ、そう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 、その通りなのよ。みょうちゃんおはよう。今日めっちゃなんか不細工だな。大丈夫かな、平気かな。うち静岡のに、え、なんでなんでちょうどチャンネルがあったんだね。しおちベーグル、あやほ。え、これ名前言わない方がいいの？ビオから始まる名前。ピンチ経由こんにちは。あっ、あっ、サウザントクラブでさ見ててくれた人、お正月らへんに、1月の最初らへん。あゆみちゃん推しでしょ、マントジャパン。ツイッターわかるよ、ツイッター。宅の免許証見て住所控えるって話、えっ、それも言われてた。おふくろの前で学生証を見せたことは言えませんでした。言えない、そりゃそう。え、おふくろさん、おふくろさんだって、お母さんの前では収納の話好きしたの、好きって好きってとか言って、話したの。モンティ惜しい、ありがとう。嬉しい、テレビ見てくれて。来週のは、今度はメンバーが変わって、来週はふみ、ジュリアさん、あゆちゃん、ふみ、あゆりちゃん、えみのちゃんの5人が出演します。今日の5人と違った5人で楽しいと思うので、ぜひご覧ください。またのテレビ、神奈川テレビなんですけどね、ぜひ録画できた方はください。見たい。ひなちゃんが好きって話してた。あ、そこも映ってたんだ。全部映ってたのか、どこが映ってたのか、ちょっとここなんかプチって。え、なにこれ、肌荒れしてる。見て、みんな週の肌荒れの共有。あれか、愛したい派か愛されたい派かみたいな話してた。え、待って、どいた。お、早かった今、ありがとう。ちょっと水色のね感じでね、装飾もしてみた。エマオーラテカテカ、そう、オーラもそうやって、そういう風に言ってくれたらいいけどね、本当にね顔がテカテカで、どこ行ってもテカってて、一眼レフとかで撮った写真とかもすっごいテカテカしてて、いつもなんでこんなにテカテカしてるのかなって思ってる。エドちゃんこんばんは、こんばんは。謎に泣いてって笑ってた。なんかさ、ツイッター見てて、なんかさ、番組見れてないけどさ、みんなのなんかツイートとか見たいなと思ってさ、ずっとツイッター見てたんだけどさ、結構急に泣いててびっくりしたとかさ、大丈夫みたいなツイートして結構あって、あそこ本当に使われたのみたいな思った。もっといいとこあったでしょと思って。なんかでもスタッフさんが、その時のレーベルのスタッフさんがなんか少年の泣き顔が好きみたい。それが私普通になんか今日みたいな番組じゃなくて、取材だけ口だけで喋って、それを記事にしますとか、そういう取材の時も泣いちゃうのよ、く感極まって。他のメンバーの話聞いたら感動しちゃって泣いちゃうんだけど、すごい嬉しそうでした。いつもそうでした。どんねんっていうね。なんでそこまで知ってるんですか。知ってるよ、みつきちゃんのお友達でしょ多分。あ、なんかあゆちゃんなんか可愛かったみたいなリップかなんか押してるのを見て、あっ、あゆみちゃん押しなくなるんだなって思ったの。とかでもそれが認知のかな。え、センクラいたよね、センクラ、センクラサウザントクラブ。なんか最近センクラって略してる人に置いてみるから言ってみた、センクラ。え、したの、なんてやだー、家族公認じゃん。全然関係ない話したり、見て見て、みんな見てー、人参すごい太くてでかい人参今日買ったの。美味しそう、買いました、直売所って買いました。
あんたどの子好きなのよって言われるから、まだこの子好きを得しとる人に愛してるし、人のために泣けるいい子でめちゃくちゃいい子的なの。え、そんなよく言ってくれるありがとう優しい。マジ顔パンパンでさ、やばかった。みんなのスクショ見てさ、怖いなって思ってた。どうもパンです。どうもパンちゃん、こんにちは。私はベーグルです。ビーグル、あれマジで間違えて恥ずかしかった。ほんとテレビの子だ。そう、先で出てましたよあ、あと2日前に出演したあの矢口真理さんとの、あの矢口真理さんのアメバ、あ、火曜ザナイト見てください。ぜひアメバ TV で、あと4日ぐらいかな、見られるので、ぜひ見てください。メイさんとフミが45分間で、あ、90分間で出て、しおりとあゆみちゃんが5分ぐらい出てます。歌唱シーン出てます。神奈川テレビ TVK、 なんかさっきニマさんがねツイートしてた、その TVK の読み方について、で、急な離れした見て、みんなこれチャームポイントでしょ、ほくろの横のポチリポチ、これ何なんだろう、ポチリポチ気になっちゃう。久しぶりこういうのできたの、ニキビじゃないけど、何なんだろうこれ、何なんなんなん、気になるな。あの長いの泣いたのは急でもなかった。あ、なんだっけ、本当に忘れちゃった、なんだっけ。そしたら突然、その子妹みたいねって言われて、なんでわかるんって話して終わった妹っぽいかな、まあ、でもお姉ちゃんっぽくはないかも。妹気質なのかな、どうなんだろう。フローチフォローしました、よろしくよろしく初めてみたいなテンションで言うやん。なし、こんばんざい。寝落ちして起きたら始まってたか、そう、ちょっとね、今日あのさっきまでね13分のステージっていうね、あの神奈川、あ、あんた見れたんじゃない、あのテレビでやってたから、それが終わってから配信しようと思ったら遅くなっちゃった。センクラってさ、なんか略すしてるよね。1月1日のセンクラ行ったことを知られてんの、やばすぎ。え、覚えてる、なんか3段目ぐらいに見てたよね、あの真ん中よりちょっとこっち側、みんなから見て右側の方にいたと思う。あの人かーって思った。そう、人参、これね、今日の人参の直売所っていうところで買った、今日で100円。何しよっかな、煮物か肉じゃがか。Bカルテンたっぷり、そう、やっぱ肌が荒れたからね、こういうのも効くかも。にしても本当に今日テカテカだな、なんか今日もか、明日間に合いそうもね。あーあ、少女おじさんに来てほしい日を、あの今日からめちゃくちゃねライブがね、あの多発してるんですけど、あの特に来てほしいポイントは明日と24?23?24? ん?なんだっけ、室町なんだっけホール、あれっす、あれっす、それっす。あとは25日のリリースイベントのカットアップスタジオですね。この3つが特に特に収容者には来てほしいです。でも全部とどれに来てもあの楽しいし、リリーベやばい、リリーベが A チームで出るのは今日、今回1週間で2回もあるんですけど、もう普段の2倍ぐらい出るのライブ。いつもさ、こうやってメンバーが入れ替えて出るじゃないですか、いつもの2倍出ると思ってくださいすごい。ぷちょっと雪見大福買いました、見てよツイート、こうやって並べて写真に載せてた。ぷちょ食べたくなった。火曜じゃないと、そう、火曜じゃないと見てね、皆さん無料で見れるからラッキー。生歌も歌ったからすごい緊張しました。 TVK 役、録画役したり見てね、後で、後でっていうか時間の時に見てね。なんか正直いっぱい喋ってたらしい、みんなの感じからいくと多分だけど、本当にね、喋るの下手だからね。
どうにかしたいなって思ってる、思ってだけど、めっちゃコンタクトずれるな。かわいいよね、ほんと？顔パンパンだからね。待って、すっごいさ、下のズボンさ、あの、ごめんね、このジャージですいません。最近ジャージしか履いてない。ちょっと待ってね。せんまりくる影の正体。リュックサック、後ろのお家スタイルこんなだからね。うちらに食べ物のことを織り込んできてさすがだと思いました。ベイズのことそういうことで、そういうことにしておこう。レナちゃんだよ、ヤッホー。レナちゃんだよ。今日ね、メンバーにこのあのリリースイベントのこのやつ、リリースイベントあるじゃないですか、あのアイドルライブジャパンさんとのコラボのやつを、メンバーがなんかこの試作品みたいなやつをちょっとなんか画質が違うみたいな、なんかそのそれなんか試し品お試し品をもらったの、みんな自分のをね、これとこれ2個ずつもらったんですよ。で、レアちゃんにお願いって言ったら、これ1個くれた。イエーイ、かわいい。レアちゃんけど、これカバンとかにつけてたらなくなっちゃう。ほら、なんか色とか書いてあって、濃いめの、何お試しと、なんか多分薄め中ぐらいのとか薄いとかもあって、いろんなあれがあったんですよ。しゅうや、これは、ちなみにののかちゃんが一種類ずつもらってくれましたので、シャイフにこれで。生まれニキビをすぐ、あ、モリモリに生まれすぎてニキビできた。ピエンなんだけど、どうしよう、したから、ね、悩み。ダサいよ。TVK か。私も風呂上がりなの ?Now?Now 風呂上がり。あ、場所知られてんの、やばすぎやろ、目をすぎ。いや、で覚えた。実は後ろのこと知らないと思ってた。ツイッターフォローしてるけどさ、認知してないみたいな時あるじゃん。だから後ろのこと全然知らないかと思ってたから、配信来てくれて嬉しい。ベーグル笑っちゃった。笑った。ビーグルね、ビーグル、どっちか分かんなくなるんだよね。ビーグルかベーグル似てないんだって。ビーがベの話、ただのモブなの。そんなことないよ。モブなの？全然モブに見えなかった。それはもう認知してるの、勝手に。明日行きたかった。そう、明日ね、すごいね、そう、おすすめライブたくさんで嬉しいね。本当嬉しいよ。一時期お休みしてたりさ、ね、いつなくなるか分かんないけど嬉しい。今できた。シュラ総選手権委員長が罰ゲームやらないので代わりに。確かに、ちょっと委員長ちょっとどうなってるんですか。こんにちはね。こんばんは、塩味じゃん。薄塩味よ、ポテトチップス薄塩味。下村さんからガチャ禁止で、ね、もうやめなって。もうちょっと揃えるといいね、全部。ジャージ寝てる？そう。めっちゃもうね、こういうね、こういう一番さ、あったかいの。今日もこれでレッスンの帰りに、これで帰ったらみんなにすごいダサいって言われた。だってあったかいんだもんって言ったら、もうちょっといいの買いなさいって。ほんと中学校の部活の時に買ったウィンドブレーカーみたいな。なんか部活の時だけ履いてよくて、冬の。部活で履いてたやつ、奥履いちゃうよ。もうマジで、色足が半端ないもん、アジダス。履いてたよ、部活の時だから。もう何年使ってるんだろうみたいな。もう10年、怖っ。中1の時があったから
23くらい、今21、もう22でしょ、もうちょっとやばっ、待って、年感じた。白龍しょうちゃん美味しい、ありがとう、やっほー、飲みすぎてごめんね、いいよ。しなちゃん、とても可愛い。お腹すいた。お腹すいた。僕も低い声で本質をズバリついてくる島田ちゃんが好き。低い声？リラちゃん？そうかな。でもすごい高いってわけじゃないかもね。リラちゃんははっきりしてるから好きなの。なんかよく二人でお買い物とか行く服とか。どっちがいいかなって絶対そっちとか言ってくれたり、週の性格をよく理解して、なんだろう、動いてくれるというか接してくれるところも大好きだし、全部好き、顔も好きだし、性格も好きだし、週のレアちゃん大好きだからね。最初レアちゃんずっと信じてくれなかった、大好き好きって言ってるのに絶対嘘だみたいななんか言ってたけど、ずっと好きって言ってたら、最初ずっと好きって言ったら嘘だとか、なんか冗談でしょみたいな感じだけど、最近ははいはいとか、分かった分かったって言うから嬉しいな。試作品、そうそう試作品って言えばいいのか、そうそう試作品、ちょっと色が違ったりするんだけどね、ちょっと嬉しい。吹き出物できたマスクの、確かに、でもなんか逆になんかもっと増えそうで怖いな、気をつけなきゃ。で、自分26、25、多分やっぱり26の方がリリース当日ってことはあって一番盛り上げたいけどね。でも25日はカットアップスタジオってすっごいでかいとこで、リリーベ会場のなんかあれ一番でかいみたいな、なんか日本で らしいんだけど、すごい来てほしいなとは思います。両方かな。25日フラゲ日だから、あの CD もね手元に入るからね、両方同じぐらいおすすめ。しょうちゃんの愛にはかない、そうでしょ、愛深いからね、本当にみんなね、引かないでくださいね。あんまりでもね押し付けないようにちゃんとね、押し付けたらきっとしんどいだろうから、うちに秘めて、あの日そんな暴れた記憶もないの、なんだっけ、すごいなんかうちらの万歳楽しみみたいな言ってくれてたよね、しかもライブ前とか見れるやんみたいな、めっちゃ嬉しかったよね、また来てね、あのかぶったりしたら。あと4種類がそろうの、 S 諦めたの？ S ってなんだっけ、あのみんなのあれ、みんなの集合のあクッキー、これお酒、これお酒、青さつき、あったかい時に買ったの全然あったかくないもん、ぬるい。アディダスかわいい、かっこいいでしょ、そうでしょ、ママが買ってくれた、中学校の時にママあったかいズボンが欲しいって言った、食べた。かわいいって言ってる、しおちゃんがかわいい。レアちゃんの、いやかわいい、これビジュがいい、ビジュが、え、気持ちこんばんざい、こんばんざい、ソーセージくん、こんばんは、こんばんは。大丈夫、俺の大好きも未だに信じてくれない島田さん。あの、レアちゃんは、懲りずに伝えるのが一番いい。あと、本当に好きな、あと、しおりが本当にレアちゃんに好き好き言ってたり、あと、多分、しおりも多分、ハリーもだと思うけど、よそ見したらダメだよ。しおり、レアちゃんにしか、あの推しメンって言ってないし、嫁とも言ってないから信じてもらえた。コンソーブ飲むのか、やつも残さない、見てこれ引こますって知った。でも自分の知識じゃなくて配信で教えてもらった知識活用してる。カットアップスタジオに一度行ったことあるの、めっちゃ広いよね、開放的だし、
めっちゃいい。さすがに持っていきます。まさかこんなに知られてるとはって思ったでしょ。実はね、めっちゃツイッター見てる。アクキーが残る4人分、朝日さん&マイカさん、筑後あんちゃん4人なんだ。あらー、でもツイッターとかで根気強く募集かけてたらいつかはいけそう。あと4人ね、頑張って。空間の時のコンボ大事やしますね。ほんとそう、ほんとに太りすぎて。そして2月14日のあのワンマンライブに向けて体を絞りたいんですよ。すぐ太っちゃう、ほんとにやだこの体質。でも当たったから、ブブ。絵を描くよ、絵も描くように、回しながらの、え、こういうこと、どうか、こういうこと。しょうちゃんとお酒が結びつかない。お姉ちゃんめっちゃ出す。お酒はマジ弱い、うん。あ、年越し配信の時飲んだじゃないですか。あ、見た方しか分かんないかもだけど、1月1日飲んだの配信で、ちょっとみんなの前で、ね、ちょっと飲んでしまって、ね、すごい申し訳なかったけどね、本当に弱いのよ。ダメだよ飲んだら。自分に言ってる。おしめはお礼も他には言わないようにしてる。まあ追いかけてるのが楽しいからいいね。追いかける派なの？タートルさん。やっほうんち。自分が飲んだのは最初からへこんでたから罪が。そうなの？出てきた時からみたいな。もうさ、昔とか高校生ぐらいの時とかまではさ、冬でもさ、あったかい飲み物とか飲まなかったし、冬でも冷たい飲み物とか冷たい水が良かったんだけど、もう年を感じる。本当に年をこう重ねていくごとに、あったかい飲み物が飲みたいっていう私の気持ち。今日だってなんかホットレモンなんとかみたいな、なんだこれ、レモン、はちみつレモン、ポカポカみたいな。言わないで、ずっとあったかいの飲んでる。レッスンの時はさ、水とかやけど、それ以外の普通に生活とか歩いてる時とか寒くてあったかいの飲んじゃう。黄色いのばっか飲んでる。それはそうすぎるでしょ、場所バレやすい。めっちゃ覚えてる。かぶった時とかでもまた来てね。何がどんなのが好きなの？脇毛？山口県はしおりさんといい、日向坂さんの川田ひなさんといい、可愛い子。やめて、ね、同じにしたら本当にダメですよ、ね、本当に申し訳ないです。レベルが違いますよ。おいしい。ねえちゃんはクスあるよね。ねえちゃんも島田さんも、ん、ガリガリガリ。勝利のすごい理想の女の子の体、アイドルとしてねの好きな体はちょっと細すぎぐらいが好きなの。なんかやでな、うん、好きなの。薄すぎってか華奢だなーみたいな感じが好きなの。すっごい華奢な子。クズスリンちゃんとかスッって感じが好きです。バンドジャパンで一番好きな足は中山コマさん。皆さん見てみてください、コマさんの足。私はコマさんの足がすごく大好き。本人に言ったら、でしょって言われた。コマさんも自分の足が一番好きだからね。テレビから一瞬目を離したら、ナイスだしゅうさん、こんばんは。え、見てくれてありがとう。クシャスさん見てたしね。
泣いてた、今日すぐ泣いちゃう、ほんと。もうこれ泣いちゃうよ。なんでこんなに土井さんがゆるいのか。やっぱりテレビでね、お顔が丸くなった。え、違うの、あれはテレビでちょっと横に見えたっていうのもあるけど、あの時期一番太ってた。今ちょっとずつまたセーブ始めた。すぐ太っちゃうからね。あの時一番パンパンだったから、プラステレビっていうのも相まって多分すごいことになる。アンパンマンみたいな、みんなのスクショ見て、あ、やばい。ひらくんこんばんは。テロンテロンこんにちは。ペットの麦茶をチンして飲んでる。ペットの麦茶、あ、ペットボトルってこと？いいね、お茶あったかいのいいよね。体に染み渡る。ってかあったかい飲むのを買って飲むのもいいけど、持つのがいい、持つのが。あったかい。昆布食べ方わかる。美味しいし、このバター入ってるの好きなの。こちら。これ急に始まるスクショタイム。録画バッチリ、しおりちょうちゃんセンターで喋って、そう座らせていただきましたけど、5人で楽しく喋ったのでね、ぜひ録画してる方は見てください。来週は違う5人が出るので、それもまた見てね。まひろさん、最近ハマってるこの絵文字しおり。僕の部屋でパソコンとテレビで同時にしおりちゃんが喋ってる。あ、これとテレビ。一緒に見てくれてるけどさ、一緒に喋ってるね。でもしおちゃん今の方がほらツルツルで若く見る。本当にツルツルがテカテカなんだよね。しおちゃんとてなちゃんは表記がややこしいの。表記コマの足は自分でも相当自信持ってる。マジ綺麗、大好き。コマさんの足、コマさんマジ綺麗じゃん。どうなってんの、だからマジ綺麗。いつもつい見ちゃう、こうやって。あ、マサさんだ、こんばんは。見てくれてんだね、その話は。なんかもう本当にどこが見えてなかったか、どこが使われてるんだろうと思ってタイムライン見たら、みんながベーグルって言ってたから、あ、このベーグルって言ってたらみんな見てるなって思ってた。大志、しゅうちゃん、おしい、ありがとう、やっほー。杉くらいが好きならスイートアーリーさん、ごめん読み方わかんない、ひかりさんちゃんと桜木かすみさん、読み方合ってるかな。ファミマ行ってこないとね。そう、ファミマでもね、バーチャルファイター流れてるので、ぜひ耐久チャレンジしてみてください。シャイチめちゃくちゃ、いや時による、一番勝利がベストだったのが大遠征、去年の9月、去年、一昨年の9月、大遠征が一番水着があるって言われてたから、すごいダイエットしてたの。あの時が一番ね、状態がいい。あの5人で行ったやつ、パタヤ、メイ、フミ、アユミ、サーサ、シオリの5人で行った時の一番状態がいい。タリーズでアイスミルクティー買ったらホット出てきて泣きながら飲んだよ。アイスミルクティーって本当は冷たいってこと？会社寒いの？あー、こんな夜遅くまで頑張って偉い。あ、そう、今じゃなくてってことか。会社で寒すぎて温かい缶コーヒー買って温まってる。じゃあもういっぱい飲んで。もうすぐ温かいの飲んじゃう最近。昆布だよね、美味しい、ね、帰り道とかによく、ね、買っちゃう。これすっごい警察に買っちゃう。朝日が昆布だ出してるのか。あ、これほんとだ、今気づく。そこに混んでるのか、こうやったらなんか飲みやすいみたいなね、なんかそういうか。この麺数年ぶりにコーンが一粒残って切れそうだった。
ば沸点が違う。やっぱり。じゃあ上手に飲めるかな、今日。結果報告しなきゃね。ごめん、めっちゃつばしてた、この辺。ごめんなさい。ホットあんまり飲まないから、もう、冬なのにスタバのフラペチーノばっか飲んで、寒っ。もう、でもアイスとか食べれないもん、なんか、お店の中とかだったけど、外とかだったら絶対に外は食べれない。こんばんは、大虎翔さん、こんばんは。すぐと結婚したいわな、こんばんざい、こんばんざいぐらいの思いです。ありがとう。23、体調見ていった方がいいのかって思います。23?ブレイズ、そう、23で行きたし、一番最後の出番だよね。 DVD にして私の誰かがしてくれますよね。誰かしてください。誰かしてください。しょうちゃん美味しい。あんだ、やっほー、センスおめでとう。もうあの収録した後みんなであんあんさんだったねってすぐ話して、コバさんの足は自転車こぎの力ではただ足に対して、まあ、何も思わないかな。ハリーがトーモさん、シオリン可愛すぎ、ありがとう、ありがとう。13分のなんちゃら見たわよ、みんなが、え、見てくれてありがとう、ツイートしてたよね、今やってますみたいな。そう、5人でね話を話したんだけど、メイさんがね、こう司会進行してくれて、みんなでね話して、スイートアレイさんと読むよ。僕が地下エドに来るきっかけ。え、そうなんだ。めっちゃ大事な、大事なきっかけ。そういえば宇宙食堂の、え、劇の、え、そうなの、知らなかった。そうなの、へえ、お会いしたかった。劇な、え、役者さんもやめられない、やめないのかな。タイの水着で宝物やった。嘘、絶対取れって分かったからもう全部絞ろうと。キンちゃん間違えて、キンちゃんじゃなかった、間違えて、イーストだよ、イースト。やべ、くしゃみ出ちゃうよ。え、最後のだよね、マネキさんの次の時で、やばいよね、あれマジ緊張。みんな来てください、土曜日の夜来てください。あ、23しかいないのか今のとこね。なんか誰かとのリブで見てよ、最初から最後までいるって言ってた。耐久、耐久ミッチ DVD 差し上げます。マジ欲しい、超見たい。先生ありがとうございました。これ話す内容できたので、しおりちゃんにチェキいける。え、あれ、嬉しい、嬉しい。超嬉しい。とても嬉しい。は、え、いいじゃんじゃん。合ってる。違うよ、ちょっと間違えちゃって、久しぶりに言ったくない、劇団離れナレーションと映像のお仕事をされてる。そうなんだ、今そういうのされてるんだね。え、見たかった、ほんとさ、なんか、そうなんだ、めっちゃびっくりしてる今。あ、見られたったらニコラボさんのお宅と、あ、ニコラボさんのファンの方か。あ、最初だったらさ、ニコラボさんが最初でうちらが最後みたいな話。そうだそうだ、それだ。少々が私のこと金ちゃんっていうか、最近違和感感じきた。え、それはそう。それはそうよね。え、もうさ、だって直接の時とか一回も行ったことなくない、なんかごめん。え、嬉しい嬉しい嬉しい、あの知れた情報は嬉しいけど、びっくりしたっていうね、衝撃だった。23万で行けないかも。23日しおりちゃんで参勤交代しますね。ありがとう、参勤交代の使い方めちゃくちゃ素晴らしい。クヨザナイトで見てくれた方はね、わかるかもなんですけど、バンデジャパン用語いっぱいあるんだけど、結構使われてるのと、ね、使われてないのがあるからね、うちらもいっぱい使わなきゃね。
みんなあれやってほしい、あのさ、ライブの前後とかでさ、あのみんな同士で行くやつで午前会議ってまさかの時に本当びっくりした、うちらも。ゆうさん、でもその前にゆうさん日はお昼過ぎにリリーベがあるんよ、やけんね、多分ね、そうそうそう、にしても最後はびっくりした、ド緊張マジで。金ちゃんって呼ばれたい、本当に本当に。しゅうちゃん、おいしい、ロキくん、あっ、ね、誕生日じゃない、今日誕生日でしょ、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ロキくん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、おめでとう。さっきツイッターで見た、ショーツ誕生日っていうの、おめでとう。もう一回自己紹介したら、本名違うか。こう全会議わかるけど終わった後の飲み会、確かに全部午前会議でいいんじゃない。なんていう、確かに道切んない、それ22日は1万で23日は取り、確かにね、道すごい。しかも23日は特典会が別会場らしいよね、あんまり詳細出てないけど。23日のリリーベの告知ってメンバーさんあんまりしてないんだよ、秋葉でコンビネート特典は、ね、ま、そう、まだすごい決定、ちゃんと決定、あのめちゃくちゃちゃんと決定したのがね、ついさっきだったからかもしれない、あの特典とかのね。今日はコンビニ、最近もうさ、あの一緒になんかできるデート系の特典とかなくなってきたけんね、貴重なと思う。本名はもう知りません、手遅れ、いや本当手遅れよ、君のはもう握っているんだ、住所も一緒にね。そうだよ、今日から20代後半、 26? そうなの、アラサーだね。明るくってみた、ありがとう、おめでとうだよ。こちら、テリリン、こんにちは。別会場どこだろうね、知りたいよね。時間もまだ終わる時間、確か決まってない。すっごい伸びてるけど。決まってない、ね、明日から本当にめっちゃライブある。明日は、明日って何日だっけ、明日レニーカーのレニーベだ。レニーは全員出るんですけど、リリーベが、半分のメンバーで出るのか、めっちゃ見てほしいです。半分のメンバー、明日9人かな、9人かな、9人です、9人、やばくない、9人ですよ。めっちゃ出ます、もう一人一人のライブのあの出演曲数がもう半端じゃないです。明日ね、これ昼は、昼っていうか、おやつの時間ぐらいが、2で夜がリリーベで、23が、リリーベからのオーイースト、これみんな一緒。で、24日が、室町ホールにみんなで出て、あと夜のライブは2つに分かれます。私は、リリースイベントに出ます。で、23日25がカットアップスタジオにて、リリーベなんですけど、この日はフライビーなので、1日早く、発売日の前日1日早くに手元に CD が来るんですよ。はい、めっちゃゲットしてほしいですね。あと26日はリリースイベント当日、リリース当日ということで、大事な日です。
一気に告知したけど、こんな感じ、めっちゃやれますね。リリース日は18時だった気がします。26日だよね。16日だった気がするよ。あ、18時だった気がする。待って、ありがとう。あさって23だっけ、あれの、うん、 23? あさって、あさってだよね。うん、声声してほしいか。そうだよ。うん、好きでいい。22歳のミッチーホール、リリース、そうそうそう、3つなの。3つだけど2つみたいな。24日は室町エンタバサウザント。あ、そういうことか。そういえば、バレンタインデーのライブ一部にも両方チケット買いました。ありがとう。両方来れますか。誰、いつか当選が出るって言ったら、当選落選が出るくしゃみでしょ。あは、そう、収録しゃみすごいか。鼻こんな赤くなってみて。トナカイ。おすすめなら早くないと、犬が明日参ります。え、マジ明日 ?22?23? え ?22?23?23? 日付的な明日、体感的な明日。拍手、くしゃみすごいんだよね。豪快なくしゃみ、そう、豪快なの。どんどん朝も出さないとね。おばちゃんみたい。ほんと最近もう一言一言がすごいおばちゃんなんだよね。今日足おろうかな。明日はそう2回、2回のリリーフがあるのでぜひ来てください。あとリリーフのことツイートしなきゃ。全然してなかった。ツイートします。可愛いわね、マジ。強敵な明日です。15時間後ぐらいってこと。何、今年まだ BJ マジ明けおめしなきゃ。まだバンジョヨパンに会ってなかったらまだ2020年だよ。数理理論、まだ2020年だよ。それは本気、本気出して本気。ブルーレディスクでいいですか。何でもいいよ。過去のおっさんです。こんにちは、2020年からこんにちは。やばすぎ。ということで今日は配信を終わります。明日のですね、チケットが明日まで確かあるんだよね、チケット。ライブのね。ぜひ行きたいし、少量しの人来て、欲しい人来て、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 来て。そう、私、ベーグルなの、よろしく。見たの配信じゃないテレビ、嬉しい。そっか。顔席だもんね、僕。そりゃ見ない。神奈川テレビだから。アドだね。ベーグルだから。今日は終わります。すごい下手、今日終わるの下手だ。配信お疲れ様です。明日おやすいみん、おやすいみん、おやすいみん、まるまるおやすいみん。明日はコンポタね。明日の君の飲むもの、これ。でも罰ゲームではないんだけど。はい、しゅうちいちゃんおやすみなさい。クロさんおやすみー。ミッツさんおやすみー。ウッチおやすみー。たけしおやすみなさい。写真直接撮った？ポカタお疲れちゃん、ありがとう。コンボタン2度目ですね。2度目？おしどこにしようか。どっちか。2回目はちょっとダメだ。いつかこのネタつきちゃう。最初お疲れ様でした。デラロック無事に起きました。マジ？やった。
6日だっけ。やったー、やったー、楽しみになった。あ、ANA のオニオンスープ、オニオンスープ美味しいよね。でも今年全然食べない。痛い、玉ねぎ大好き。バイバイ。